はい、明けましておめでとうございます。東京トニーです。今回はね、まあ当然新年ということで、俺も金が新年イラストを心を込めて描きました。そのイラストがこちらです。ダーン。はい、というわけで今回描いたのはこのイラストです。ちょっとね、この絵インパクトがあるので、先に絵をバンと見してからちょっとこう解説というか、まあメイキング動画を出したいなと思って。なかなかね、これウサダペコラを描いたんだけど、なかなかインパクトのある絵が描けたと個人的には自画自賛しております。途中ちょっと微妙かなと思いつつ、何度こういやー破り捨てようかなと思ったけど、まあ力を感じて描いてみたらこんな感じで描けました。じゃあメイキング動画どうぞ。はい、どうも東京トニーです。今回はね、来年のまあ年賀メール、まあツイッターとかに載せる用の絵を描いていこうと思うんだけど、まあ、まず絵を描く前にラフデッサン、今日はそのラフデッサンをなんか適当にやっていきたいと思います。どんな絵にしたいのかね、まだいまいち決まってないんだよね。ウサダペコラ描きたいんだけど、なんかこういろんなさ、グラビア風のポーズとかあると思うんだけど、なんかこんな感じにしようかなとかっていうの、まあこれとかなかなかいいんではないのかという気もするし、まあ椅子とかあってさ、例えば椅子があって、なんかこうこんな感じで、なんかこう、人参加えとるみたいな。でもまあこれちょっと微妙だな。まあこの辺はものすごいラフなんで、あとどんなポーズにしようかな。どんなポーズ、どんなポーズ。まあとりあえず、なんかこう、斜め上向いて、こう人参加えて、なんか背中が見えてますみたいなのとか、まあこういうのが大事なんだけど、とりあえずね、今回は、どうしようかな、どうしようかな。まあちょっとセンシティブな感じにしたいんだけど、この絵だとこうなって、まあ今、YouTube でグラビアポーズをちょっといろいろ研究してんだけど、まあ大体こんな感じか。で、こうとかね。なんかちょっと違う気がするな。このポーズ、このポーズなかなか面白そうだけど、そう、こうやってね、とりあえずまずなんか書いてみる。適当でいいから。これ結構大事。ウサダペコラを書きたいなという。もうこの2分足らずで、なんか、案が5つぐらい出たよね。まあ今のところこいつが一番優秀かな。もうちょっとカメラ位置変えるか。よいしょ。ああ、このポーズか。このポーズもちょっと確かに思ったんだよな。で、こんな感じで、こんな感じで。で、こんな感じか。ああ、でもまあこのポーズ割と俺好きなんだよな。こんな感じするの全然ありなんだよね。で、ここでコンセプトとして何決めとくかだよね。まずはとりあえずセンシティブにしたんだけど、どうしようかな。まあ、今んとこ現状、こいつ割と優秀なんだけど、よいしょ。こういう時に大事なのが、あらかじめ自分の中で、こんなもの描きたいっていうのが作ったことなんだけど、例えばこのシーンは絶対外せないよねとか、人参加えたシーンとか俺割といいと思うよね。でも人参加えさせると今度顔のアップが必要で、で、そうするとなんかバストアップになっちゃうから、バストアップなーっつって、そう、いろんな構造をちょっとね、考えてはみたんだよ。例えばこんな感じでいて、こんな感じで、なんかこう、まあこんな感じしようって。で、こう、お尻がなんかさ、ぶわってある、なんかよくグラビアポーズみたいな、あると思うの、こんな感じで。で、なんかこう、足組んでますみたいな。すごい雑で申し訳ねえけど、で、こう手ついてますよみたいな。でもこれやるとね、顔ちっちゃくなるんだよね。だから顔小さくなるって結構デメリットでかくねっつって。やっぱ顔描きたいなって。顔描きたいし、でも背中姿で語らせるのもなんかちょっと違うなという気がしちゃうんだよね。個人的に。まあこれが絵の一番苦しい部分であり、楽しい部分であるような気がするよね。で、どうしようかな。もうものすごく適当に筆を走らせてみる。個人的にね、ペコラのあのなんか着物衣装をはだけさせたいという欲もあるんだよね。なんかちょっと。まあ、かけない場合はかけない。適当にね。
すっごい適当で、まあまずは描く。なんか何描いとんのか俺もよく分かってねえけど、どうしようかな。なんか違うんだよな。今のところ一番こいつが近しいかな。ちょっと加湿しとくか。これ割とやっぱありだったんではないのだろうか。こうやっていろんなポーズを出してみる。やっぱこれだな、これが一番。このポーズをもうちょっと加湿修正したらなんかいけそうな気がする。まあ今一番の最有力候補はこいつと横にしておこう。こいつでもまあこれ起こしに。でもね、やっぱさ、年賀はがきじゃん。年賀はがきだら顔もなんかこうできたらでっかく描きたいんだよね。パーツってどうしようかな。今見たらね、ちょっといいグラビアポーズあったんで、まあなんてことはないバスアップなんだけど、まあこうあって顔やや上向いてて、こうでこの構図かな。とりあえずこの構図、個人的にあこれ描きたいなって思ったから、こうでこうか。でもこれこっちこうこうの方がいいな。顔こっちにして、こうしてこうして、でこの辺ぐらいに、まあ、横顔描いて人参加えさせて、ここにそうするとなんかアイテム欲しいな。ここになんかアイテムがあって、アイテム、まあ現状こんな感じかな。あでもまあここに金が信念って書きゃ、まあ成り立つといえば成り立つのか。でこの辺ぐらいになんかポーズ欲しいな。ポーズやっぱ全身映ってないとさ、なんか単調に見えちゃうから、なんかこんな感じのポーズ描きたいな。あんまこの辺は深く考えない。でもこれなかなか俺個人的に好きだな。欲張りセットって感じするけど、人参も描けるし、人参かけてペコラの横顔をかけて、かつ着物をはだけさせたような、なんかそういうのを描けるから、この構図個人的にすごいお気に入りになったな。金が信念にして、まあ背景どうする。まだここまで集めて、まあでもなんかよくあるこんな感じの水色のやつ。あ水色か、ちょうどペコラの色ってなんか水色結構モチーフにされてること多いからいいかもしんねえな、この構図。この構図そうだね、この構図をちょっとベースに考えていこうかなと思います今回は。というわけで今回はこんな感じかな。じゃあねん。はい、というわけでうさざペコラのね、年賀状を書いてみたの動画作成になります。で、一応、最初に完成形見した後にメイキングを出すことにしていようとしているので、まあ、これが書き終わる頃には、まあ、完成形ができて、その後にメイキングが出るので、まあ、これはちょっと時間関係上ちょっと遅いかなとは思うんですが、まず全体像を見て、今回まあ、こんな感じにしようと思っているので、まあ、こんな感じに。で、今回なんでこっちをさ、後にするかっていうと、ちょっとね、俺、獣の毛がちょっとあるんだけど、だから獣っぽい感じに、獣調にしたいから、だからちょっとね、最初にインパクト出すために、まあ、あえてうさだペコラの完成形を見した後、メイキングに行った方がね、なんかびっくりさせれるかなって。この辺かな、大体。うさぎとかさ、描いたことないからちょっとドキドキするよね。どうしようかな。どうしようかな。まあ、大体こんな感じかな。で、みんなさ、なんかこう、人とかなんかあんま動物とか気にしなくていいからさ、最初はいつだって基本はこれ、犬だろうが猫だろうがなんか、イルカだろうが基本は丸書いて、まあ、とりあえずまず書いてきゃいいんだよ。で、こうして、で、どうしようかな。で、いわゆるこれが当たりっていうやつね。まあ、最初に目描いちゃうかも。
その段階でちょっと失敗するとね、シャレにならないので、結構注意深くやっていきたいと思います。そう、センシティブ調にしたいから、こういう時水色あるとやっぱ便利だよね。みんなもね、ぜひ水色で書くっていうことを覚えてほしい。まあ廃盤してっから、ちょっとあれだけど。こんな感じかな、とりあえず。でもな、ちょっとこうするか。まあ、もしあれだったら、この辺も飛ばし飛ばしでやってもいいかもしんないよね。これはやっぱ、しっかりした絵だから、時間かかると思うし。で、センシティブ調にしたいから、ちょっとね、まつげとか。松本零士の影響でね、こういうまつげ結構俺好きなんだよね。うん。こんな感じかな、とりあえず。で、まあ、こんな感じにして。まあいいや、とりあえず、いつまでもね、こういう動画撮ってもあれなので、またちょっとワープしたいと思います。はい、とりあえず現状としてはこんな感じです。まあちょっと髪まで手を伸ばして、この顔の向きでやりました。で、とりあえず、この顎のラインをもうちょっとシャープにして、ここ。で、こいつが描き終わったらこの辺ぐらいに横顔を描いて、ここに金が新年と書いて、マークをやろうかなという感じです。まあ、今回はちょっと手で持ってるので、描くところは飛ばします。多分次ではね、もうちょっといい感じに描けて、横顔、書くか書かないかぐらいの時だと思います。じゃあ、またねん。はい。というわけで現状はね、こんな感じです。三つ編みを書いて、人参をちょっと書き足してみたいな感じ。まあ、顎のラインはこれ以上シャープにはしないつもりです。こんな感じかな、プレイ全体像。まあ、不満点としては、まずこの三つ編みなんだけど、この三つ編みもうちょっと、なんて言えばいいのかな。うん。もうちょっと、疾患的なものを出したいなっていうのが現状の課題です。うん。もっとね、処理じゃなくてね、うん、思った通りに描きたいみたいな、なんかそんな感じかな。で、まあ、水色の方いいか。で、この絵描いてて思うんだけど、ちょっとやり直そうかなというのがちょっとした本音ではある。やり直すっていうのは、まあ、つまり、この絵を捨てて、なんかまた新しく描き出すってことだよね。ただ、この絵ね、不思議となんか迫力があるから、まあその点において、まあこの絵を採用してるみたいな感じなんだけど、まあ構図としてはこんな感じかな。まあとりあえずそんな感じかな、現状は。とりあえず、紙まで進みましたよという進展でした。はい、で、進展。うさだペコラのこの服描けません。まあ、描けない理由を、まあ、こういう時みんなに結構重要なことだからこれ聞いてほしいんだけど、まず描けない理由っていうのを自分の中で探る。まず、じゃあ俺がなんで描けないのか。この構図自体俺は絶対描けるはずだから、まあ、画力が足りないとかではない。まあ、実際に画力足りなくて描けないっていうケースも往々にしてあるんだけど、そういう時にやっぱり自分の能力をちゃんと考えないと成功しないから。で、この時に俺が考えた理由として、ごちゃごちゃしてるっていうのが非常に大きいんだよね。着物だと、やっぱりさ、中に服着てて、そんで外側にも服があってっていう、ちょうど二重構造で、ちょっとわかりづらいと。そんでこの絵だと、まあ、ブラジャー、まあ、下着もつけててっていう、いろんなごちゃごちゃした要素があってわかりづらい。だからとりあえず今回はね、トレースします。トレースって言っても誰かの絵をトレースするというわけではなくて、こうやってトレース台を動かしてきて、まあ、まず最初にね、どんな風に描きたいのかっていうのを自分なりに整理してあげる。まず、絶対描かないといけない線を拾ってくる。これだと。いや、ちょっとあれだけど。まあ、この絵で絶対描きたい部分を拾ってきて、それをまずトレースする。
まあ大体こんな感じかな。で、こう書いて、まあこの辺ぐらいか。こうあって、G はこの辺ぐらい。で、現状だと、まあここで書くの伸び悩んでるんだけど、まあとりあえず、下着かな。下着どんな感じにしたいのかという部分。まあ、大体こんな感じかな。こういうね、やっぱ些細なことをやるためだけにもね、結構トレース台って持ってる価値があるんだよね。で、まあこうしてこうして、うん、こんな感じかな、とりあえずは。で、この後にね、何回も何回も、これ書きたい、あれ書きたいっていうのを書き足していけば自然と絵が出来上がってくるから、ちょっとここ太いから、ここを細めにし、語ることとしてはそんな感じかな。書けないときはまず自分の性能を把握しておく。そうするだけでぐっとね、なんで書けないのかっていうのが分かってくるから、まあ、実力が足りなかったら足りないで、その構造を書かなければいいし、実力が足りてるのにも関わらず書けない場合だったら、まあ、書き方工夫してやれば何度か書けるし、まあ、いろんなやり方があるよね。逆にこれが煽り俯瞰とかになってきたら、まあ、俺が書けないっていう状況も絶対出てくるとは思うんだけど、まあ、ざっとこんな感じか。で、ここはレース調にちょっとしたいなと思ってたので、レース調にし、うん、ざっとこんな感じかな。書けないときっていうのは、まず自分の性能を把握すること。そんで、じゃあそのときに自分の性能を把握して、できるかできないかっていうのがそれで分かってくるから、できないんだったら、もう完全にこれできないよって、でもやらなくちゃいけないっていう場合は、もう本当に初歩的なことからやっていかないとダメだよね。よくね、初心者の人がね、うまく書こうとかするけど、やっぱそれってできないことなの、うまいやつでも。で、そういう時にじゃあどうするかっていうと、枚数を書く。もうさ、上手に書くとかじゃなくて、構造を把握するために適当でもいいからまず書いてみるみたいな。まあ、この辺は人によるかもしれんよね。本当にうまくやそういうこともやんない人もいるかもしれんし。ただ俺は、割とそういう時は、まあ、雑でもいいからまず書くよね。うん。こんな感じかな、ざっと。丁寧に書くっていうのもありかもしれんけど、どうなんだろうね。やっぱり経験が少ねえから、まあ、書けないっていうのは往々にして絶対あるし。だったらその経験を短い時間で上げるっていうことになってきたら、早く書くのが一番手っ取り早いし。この辺は多分意見分かれるだろうな。で、とりあえずこんな感じで書いたのを、後でこっちの方でこう写してきて、こうやって、で、これをまたね、こっちの方に写して書いてあげる。するとそれだけで構造がね、だいぶ分かりやすくなるから、そんな感じでやっていきます。じゃあ飛ばすかな。現状がとりあえずこんな感じなんだけど、まあ、これでね、着物をさらに書いていくわけだけど、ちょっと分かりづらいから、ここでね、色鉛筆に変えて、まあ何がどういう風になってるのかっていうのを分かりやすくするために、ね、ちょっと線を整えてあげる。やっぱぐちゃぐちゃしたまんまでやってもさ、分からんからさ、こうやって色変えてあげるだけですごい分かりやすくなるよね。で、こっちでできたやつをまた、こいつをひっくり返してやっていくわけなんだけど、作業手順を。こういうのもね、やっぱ、分かんないよね、冷静に。ぐちゃぐちゃした状態でやってても、結局、すっごいぐちゃぐちゃしてるからさ。まあ、だからこれ構造が書けないって言ったわけなんだよ。まあ、冷静に考えてね、ぐちゃぐちゃさえしてなければこっちのもんよっていうことで。まあ、大体こんな感じで。で、さらに、俺もう、これ、中の、着物ってなんか二重になってるんだけど、この部分が。まあ、それが正式な服装というかどうか俺知らないんだけど、まあ、中と外でね、一応分かれてるので、白い部分と、なんか、普通の外の部分。だからこの周りをさらにね、
囲うような感じであると嬉しいなという。どうしようかな。どの辺ぐらいまであったらっていうの、こういうのもう完全に目安になるからさ。適当に。まあ、こんな感じかな。こんな感じで入ってきて。うん。こんな感じで入ってきて。うん。で、こんな感じかな。で、この青のラインっていうのが一番優先されるべき線。で、こう書いて。どうしようかな、もうこんな感じで。書いちゃおうかな。うん。こうやって色を分けるとすごい分かりやすいよね。まあ、青のこのラインが一番最優先なんだよっていうことを踏まえて。まあ、いいのかな、こんな感じで。ちょっとこの首元ら辺おかしくないって思ったけど、この首元にはこの子いるんで、ウサギの子が。だからまあ別に、そんな違和感もないでしょうというのが個人的な見解です。ちょっとこうやって、外側調にしてあげた方がいいかな。やっぱり服もこうやって傾いてるわけだから、それに合わせてこの両脇の部分もちょっとね、ちょっとだけだけど、まあ、ここ別にそんな見る人いないし、多分俺も人の絵を見るときはこんなところ見ない気はするけど。そう、今ぶりたいです、私。まあ、こんな感じかな。こんな感じでね、描いたらまあ、良さげな感じがする。というわけで、今度はね、これを反転させてまたやっていきたいと思います。はい、現状、宇佐田ペコラはこんな感じです。まあ、これペン入れしてってもう仕上げちゃおうかなという感じですね、今、気分的には。だまあ、これを今度はペン入れするところまで飛ばしたいと思います。はい、とりあえず現状終わってね、こんな感じです。こっちがなんでピンクかっていうと、まあこっちに明るいピンク系の色を置いて、ちょっとね、なんかこう、赤系の明かりが当たってるよ的な雰囲気にしようかなというのを目論んでます。まあ軽く色を乗せてちょこちょこ見せていく感じになると思うんで、よろしくお願いします。一応ね、今こうやって RV02 でピンク色を塗ってます。ここ濃いやつね。で、ここにさらに濃いのを重ねたりとかやって、なんか3色ぐらいにして明かりを表現できたらなというふうに思ってます。ここね。こことかもね、だからちょっと明るいよね、ここが。こんな感じで仕上げてってるわけ。ここはなんか数ミリだけこういうところ開けておくとなんかこう見栄えが良くなるから、こういうところ結構気にしてみんなもできるようにするといいかもね。周りのラインはポスカでやってます。まあそんな感じかな。とりあえず全体像としてはこんな感じ。結構ねこの目とかいい感じにできたのではという、なんかこうようまく言えねえけど、なんかこう悟られてるみたいな、見抜かれてるみたいな、そういう感じの目がうまいこと表現できたなという。まあ細かいところはまあ解説できたらなって感じかな。はい、ちょっとね、まあ動画の尺が心配なのと、まあ多少ぐらいは有益な情報をと思いコピックで塗っていきます。ここね、ここ今から塗っていくんだけど、ここをこんな感じに塗りたいから、まず V の0000で塗っていきます。こうやってね、まあ適当にパッパッパーと塗って、でその後に RV02 でで濃い色を重ねていきます。こんな感じで、でこれをさっきの色で V0000 だで、こうやって薄めてあげる。コピックはこうやってなじませてはやって、なじませてはやってっていうのを繰り返していくと自然な感じになるから、まあ、中にはね紙絵師の人とか、なんかめちゃくちゃ色重ねとんなっていう人とかおってさ、まあムラがないようにするっていうのが非常に難しい、そんな画材なんだけど。でこれで RV13 を塗って、この時にねあんまりめちゃくちゃやらずに、ちょっとだけ、ちょっとだけ数ミリを残してちょっとだけ、そうそうそう、ええやんけ、こうやってね。でこれを、まあ、RV02 でぼかしでやるといい感じに見えてくるという。コピックはね、結構難しいことでも簡単に答えてくれるところが本当にいいところだよね。あとはどこやっていこうかな。ここやりたいな。まあ、ここはね、なんか着物の色になっちゃうからあれなんだけど、だからまあ、あんまがっつりやってもなという部分がある。だからまあ、ここね、今どうしようか結構迷っとる。がっつりやろうかどうしようかみたいな。模様があるからさ、結局。
ってね。なんかこういうピンクの光があるとちょっとエッチい感じするよね。ペコラ、お前そういう女だったんかつって、この面とかね、個人的に結構うまくできたかなというポイントだよね。ここやりたいな、ここちゃんと光の向きとかを考慮してね。で、RV02でアナログだとやっぱ自然にできないことが、違う、デジタルだと自然にできないことがアナログだと結構自然に見えたり、まあその逆もあるし。デジタルはね、なんかやっぱ手元に本物がないっていうのは難しいからさ、初心者には。まあ高いかもしれないけど、アナログにしておきなさいというのが個人的な意見かな。初心者の人でデジタル使いこなしてる人ってやっぱいないもんね、個人的に思うのは。これであとどの程度まで、この辺ぐらいちょっと欲しいんだよな、正直。まあこんな感じで色塗りやってます。気を張った作業じゃないとさ、結構こうやって喋りながらできるんだけど、気張った作業はどうしてもやっぱ難しいよね。なんか気が散るというかさ。だから井上武彦先生とかがカメラ許可したのすごいなって思うよね。バガボンドの時になんかカメラ許可してさ、まあ言うて1台だけなんだけど、あとプロデューサー1人か。でもね、あの気持ちわかるもん。やっぱ人が多いと気散るし、俺みたいなさ、こんな弱小 YouTuber、 まあ YouTuber っていうのもおがましいかもしれんけど、実際やっぱ思うもんね。まあ見られる覚悟をしていてもやっぱ思うところがあるので、見られない覚悟、見られる覚悟がない井上先生とか特に辛いと思うよね。俺より何倍も苦しんでるだろうし。まあざっとこんなもんかしら。この辺くらいにちょっとあってもいいよね。あんまりね、こういう差し色とかもね、やりすぎるとなんかこうえってなるから、適度なバランスでやめるというのは結構求められてくる、まあその適度なバランスをどこにするかっていうのは難しい問題なんだけど、まあ6分か。まあとりあえず作業としてはこんな感じに色を塗っていくんだよということが分かってもらえたらなって感じです。よし、それで着物を描くときなんだけど、いや、これショッピングモールからパクってきたんだけど、まあただだからね。こういうものがあると、こういう雑誌でなんか絵がさ、こうやっていろいろ描いてあるんだよ、こうやって。こういうのがあると参考になったりするから、だからみんなもね、こういうのがあったら、まあもし何かを真剣に描く機会があるとしたら、もらってきた方が絶対得だから。だからこんなただでもいらねえよじゃなくて、ただだからこそね、簡単に資料にできると思えば結構宝の宝庫だったりするので、まあそんな感じかな。また作業ちょっと進めて、そこまでみんなとはお別れです。はい、とりあえず現段階ではこんな感じです。まあ髪の色を置いてね、だいぶペコラっぽくなったのではないのでしょうか。これでね、まだまだ髪の色を揃えていくんだよね。次はね、まあ B16 っていうこの淡い色でね、この辺とかをバーってやってね、そんでまたこれと同じ色でぼかしていくんだわ。そうするともっともっとね、仕上がり良くなってくるんで、まあそこまで出そうかな。はい、途中経過でね、とりあえず現状こんな感じです。ちょっと着物もこうやって細かいからを描いて、もうちょっとこの辺を仕上げて、まあ今ねこの下着の色を何色にしようかなっていうのをちょっと悩みます。まあ現状ちょっと薄い黄色にしようかなというのが俺の目論見なんだけど、あとここに灰色をちょっと塗って、ここに影を描いて、まあ終わろうかなって感じです。はい、とりあえず完成したのがこんな感じになります。まあ完成後でいいかなという感じかな。うん、まあこういう書き込みとかをちょっとね、いろいろと頑張ったり、あとここはちょっとインクの関係で汚れちゃって、ちょっといい塗り点がないのかなとかっていうことを調べようと思ってます。まあただね、なんか結構難しいよね。まあじっくり見せた感じはこんな感じかな。まあ個人的にこの鼻のね、ピンク色の部分がなかなかうまくできたのではという感じがしてます。うん、まあこんな感じです。はい、じゃあね、まあ今回はメイキングというよりもなんか要所要所で飛ばし飛ばしだったんだけれども、いかがだったでしょうか。まあこれからも、まあみんなのためになるような講座、まあ東京都には
できうる限りのことをみんなに伝えていこうと思うんで、よろしくお願いします。じゃあね、この動画がためになったなと思った方や、いいなと思った方、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。じゃあまたね。